デビュー2戦で2ゴール1アシスト、今回 NV 席の大橋悠希が躍動中。皆さんこんにちは、民坂ニュースです。今夏サンフレッチェ広島から A2 部ブラックバーンへ移籍した大橋悠希選手が早くも大活躍しているようです。今回はそちらについて見ていきたいと思います。記事はゴールから。ブラックバーンローバーズフォワード大橋悠希が2戦連続ゴールを挙げた。今夏の移籍市場でサンフレッチェ広島からブラックバーンに加入した大橋。9日に行われたチャンピオンシップ開幕節の昇格組ダービーカウンティ戦に途中出場すると、チームの4点目となる移籍後初ゴールを早速マークするなどの活躍を残して4-2の勝利に貢献していた。そして13日に迎えたカラバオカップ初戦のストックポート戦、大橋は移籍後初先発を飾る。すると31分に左サイドからのクロスに頭で合わせ、またもチームの4点目を決めた。さらにはドリブルからのアシストでダメ押しの6点目をアシスト。デビュー2戦で2ゴール1アシストとこれ以上ない新天地でのスタートに、チームのカラバオカップ2回戦進出に貢献している。このように報じています。移籍直後に結果を出すことはチームからの信頼を一気に得られるためとても重要なことだと思いますが、大橋選手はとても良いスタートを切っているようですね。では次にこの件に対するネットの反応を見ていきましょう。2部とはいえハイレベルなチャンピオンシップで2試合連続ゴールはすごいね。カラバオカップという文字が見えない人、これから対策されてくるだろうしますます難しくなってくると思うけど、チャンピオンシップでもし2桁得点達成できれば5大中堅かプレミア下位チームならワンチャンあるかもね。おーすごい。今シーズン通してゴールを積み重ねることができたら1年後には個人昇格もあり得る。応援してます。代表で見たい。フォワードとして欠点がない。順風満帆な滑り出しですね。シーズンオフまで J 期間と合算すると1年半になるのが気になります。お気をつけて。皆さん一様に大橋選手の活躍を喜んでいるようです。コメントにもありますが、 J から欧州に移籍となると1年半の間まとまった休暇が取れなくなるため、シーズン終盤の疲労蓄積や怪我の懸念がありますが、そのあたりに気をつけて素晴らしいシーズンを過ごしてほしいと思います。ここまで動画をご視聴いただきありがとうございました。今回の内容はいかがでしたでしょうか。もしよろしければチャンネル登録と高評価ボタンを押していただけると今後の動画制作の励みとなります。ぜひよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。